い、第2弾ロッ、うん、やった嬉しいっすよ、この時間。はい、チアンさん、インタビュー動画お、うん、おで、今日の何編ですか。お題は神戸大会、ライジン神戸大会トリガー、トリガー、うん、に出るシアンさんの、まあ、意気込みとかを、ね、ちょっと聞こうかなと思ってます。まあシアンさんの歴史編については、ね、前回ね説明したから、まあそれで、うん、いいと思うけど、まあこれからは未来の話だから、ね、ちょっとそれを聞いていきたいなと思います、はい、うん、で、まあシアンさんと、シアンさんと対戦相手、うん、ウオイフルスイン、うん、ウオイマモルさん、ああ知ってる。はい、マモルさんですよね、あの攻撃力で、ああ、攻撃的なのにマモルって名前なんですよ。で、フルスイングさん、神戸出身なんだよね。え、そうなんですか。みたいですね。確かもともとシューティングジム神戸がゴンズイジムの人だったでしょ。そうなんですよ、ゴンズイジムか。今はハーツでしょ。今ハーツ、うん、あ、そうなんですね。そうで、もう本当に2人とも攻撃力の高いストライカータイプの勝負だから、だからもう絶対糖質が高いだろうって、ひいひいそうですね、ああ言われてるけど、実際どうですか、ウォイフルスイングさんの印象は。まあ怖いですよね。顔が怖い。顔も怖いし、なんかね、怖いですよね。怖い。何考えてるかわからないやつって一番怖いじゃないですか。確かに、俺もタツノスケめっちゃ怖いね。いや、俺ね、もう、うん、もう人熱い犬、夏子犬みたいな。いや、怖い、マジで。うん、本当に俺怖い。いやいやいや、俺好きですけどね。だって、たぶん、ウォーグルスイングさんと辰之助が試合するってなったら、はい、こいつ、たぶん、顎を突き出して走っていくよ。ああ、そうっすね。うん、で、フルスイングをもらいたいっていう。で、パーンってやって、うん、記憶飛ばして、相手までだけもらう。うん、やばいでしょ。うわーっつって走って。すごいな。まあ、その、フルスイングさんの、まあ、印象って言ったら、まあ、フルスイングのカウンターパンチ、スイングフック。うん、めちゃくちゃスピード、スイングスピードの速い、うん、あれ怖いっすよね。怖い、ハンマーみたいな、うん、なんか見たらたまにこういうところで打ってるよ、うん、どっか当たればいいって言うんだよね。そう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 、しかも軌道がちゃんとしたフックじゃないから、うん、叩き込むみたいにして、うん、打ってくるから、あれはめちゃくちゃ威力が怖いですね、強いと思う。そうね、ただそのなんつったのかな、その言ってしまったら相打ち戦法、うん、なんだろう、お前のパンチ食らってやるから俺も殴らせろっていう戦法を取ってくる。うん、怖いですね、一番やっぱり。ゴロゴロになる。でもシアンさんは応戦型なんだけど綺麗に当てるから、うん、うん、スカーって、うん、でね、意外とね手が長い、うん、なるほど。武天長いです。いや、いいよ。あ、いいよ。いや、気持ち悪いよ。いいっすね、YouTube って。ああ。で、ね、その、まあ、多分そうやって打ち合いになるとは思うんだけど、うん、絶対そういう打ち合いになる場面っていうのは絶対出てくるんだけど、うん、まあ、対策とかね、多分今組んでると思うけど、うん、まあ、実際、そのまあ、どういう試合を見せたいかっていうところで、シアンさんがそのウォーエフルスイングさんと試合することによって、そこら辺はどうですか。そうですね、まあ、僕正直殴り合いとか殴られること、うん、ほんまに嫌いなんですよ。ああ、殴られる方がね、そう、痛いし、うん、だからまあね、一方的に殴って倒したいっていう願望はありますよね。なるほどね、うん、打ち合いにも当然なるとは思うんですけど、うん、まあ、こっちの方が当てて、うん、どっかのタイミングでね、飛ばしたのかなと思って、ね、はいはいはい、まあ、それがね、すごいスピードで行われるからね、まあ、スリングだよね、楽しいですね。あ、見てる方は楽しいけど、やってる本人めっちゃ怖いと思うから、もう腹くくってやるしか。そうですね、怖いですね、試合最中は、その打ち合ってる最中とか。まあ、そんなのないです。試合の時はないですね、でも。うん、今とかこういう試合までが怖い。あ、あのパンチもらいたくないな。試合になっちゃえばもう大丈夫。全然もうスイッチが入るんですね。そうね。
でもここはしっかり勝って、うんね、次につなげていきたいですよね。そうですね、うん、しっかり勝たないとって思ってますね、うん、なんかやってみたい相手とかいないんですか。あでもあれですね、萩原君って決まったんですけど庄司選手、庄司選手61でやってたんで、はい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 、噛み合うと思うんですよね。確かに庄司さんも噛み合うし ね、うんね、うん、あそうだね、うん、確かにストライキングで庄司さん強いもんね。そうなんです、結構、うん、いい試合になる、これも盛り上がるんちゃうかなとは、うん、うん、なるほどね。逆にそのバンタム級トーナメントあったじゃないですか、はい、あれの中で逆にやってみたい選手っていました。いや正直全員やりたくないっすよね。ね正直もう試合決まればやるっすけど、あ、でも石渡選手はもう引退してましたけど、ずっとパンクラス出てた時から憧れやったんで、石渡選手と殴り合いはしてみたいなっていうのは、なるほど、まあ実力云々ではなく尊敬の面でやりたいので、ね、ああまあ確かに、なるほど、あそれは熱い、ね、やばい人だらけですもんね。あ確かにね。でもね、こうやって1戦2戦また勝って3連勝ぐらいしていけばまた強いところにぶち当たるわけでしょ。そうですね、あ、まあそれまでは、まあ、頑張ろうっていう。そうですね、うん、いけるとこまではね、もうここまで来たんで、いけるところまでは行きます、うん、行ってほしい、うん、行ってほしい、うん、現に今もどんどん強くなってる実感はあるんで、うんうん、まだね、うんうん、いけるかなとは思ってます、はいはいはい、うん、あとね、そのまあ、シェアンさんってこう関西のこう、まあ、大阪のファイターじゃないですか、なんかその拠点をね、東京に移そうとかって考えたことなかったんですか。一時期は移してみるのもありかなと思ったんですけど、ああ、うん、まあいいかなと思って、移すんやったら、ああ、もし本当に移すんやったら海外、うん、でもうずっと移していきたいなっていうところはあったんで、うんうん、確かにね。まあでも関西のいいとこってこれ思うのが、そのみんなあんまり所属関係なく集まって練習するじゃないですか。そうですね、うん、そうそう、うん、そうそうそう、だから向こう東京とかはトライブで集まってとか、ね、例えば、ね、そのハーツで集まってとかあるけれども、まあやっぱりそのなんだろうな、チームワークが結局もう関西っていう場所で組まれてるから、確かに距離は遠いかもしれないけど、うん、な、大きい囲いで考えれば結構一体感はある。うん、いろんなジムの人いるそうですね、一回の練習場に。確かに、うん、俺もやっぱいろんな人を教えるもん、もうとりあえず、あの強くなりたかったら、組み合わせ必要だったらおいでよみたいな。でもう人が今いっぱいになってるじゃない。うん、組み技屋さんですね。だからもうこれぐらいでいいかなって、ある程度、うん、なんでかっていうと、あの練習相手って結構ね、その分かってる者同士で練習しないと技術の積み立てができないから、うん、俺このタイプ苦手だなって思った時に、そのタイプと練習しないと積み立てでどこまでクリアなのかっていうのができないじゃん、うん、例えばこいつのテイクダウン切りたいな、オーソドックスの人間のテイクダウン切りたいな、中でこいつが一番うまいと、なった時にこいつで練習しようと思って、それをクリアしたら自信になるし、次のステップに行けるじゃん。そうですね、うん、でも毎日毎日練習場所が違ってたらさ、そういう積み立てができないから、でもそういった意味ではやっぱりチーム、その誰と練習するのかっていうのはある程度決めてる方が、いいっていうのはあるけどね。そうですね、うん、あと誰に何を習うかっていうのも決めた方がいいと思うし、重要なところですよね、うん、そうですね、うん、まあ別にその自分を、俺をね、俺を別に押し売るわけじゃないけど、まあ俺はもうあの試合しないって決めてるから、だから人に隠す技がないから、だからあれはこれは教えちゃうけど、そうね、例えばタックル、ダブ、あの両足タックル打つときに体少し後ろに開いて右手差し込んだらタックル止めれるよっつって教えたじゃない、うん、で
あれをそのままやったら俺もタックル取れなくなるわけじゃん。でもあれで結果大塚さんのタックルなんか切れてしまう。そうですね。本当にもうね、教えていただいた通りのあれですね。そう。まあ俺のタックルはもうだいぶ取れなくなると思うんだけど、でもそれでも OK。 そうやって使う人が実際こうやって出てきて試合で有効活用してくれるんだったら、でも辰之助にだけは絶対、絶対辰之助だけにはもう一生負けないように、もう隠し強くしないですか。いや、愛です。いや、愛よ。愛じゃない。もう幸せに教えてもらうもん。え、惜しい。どうしてたのか。そうだよ、この線はその線か。そうや、寄りすぎやね。まあまあ、そんなわけでね、そのフルスイング、うおいフルスイング、フルスイングうおいなの、うおいフルスイングじゃないですか。うおいフルスイング守るなの。え、うおいフルスイングがリングネームじゃないですか。守らなかったですよね。うおい守る、本名がうおい守る。ああ、え、じゃあ守るはないんだよ今。守るは多分もうあの守ってないじゃないですか。守ってないんで多分どっかに置いてきたと思う。またあのバット持ってくるのかな。タラバット、赤い、赤だけ黄色だっけ。黄色かね、なんかあったっすよね。そうね、なんか対抗してなんかやったりしないっすか。ねえ、なんか考えてるんですけど、ね、ボール投げてきましょう。いや、僕連れてってください。一緒にお姫さんタッグ話して。え、いやいや、なんでそれ何すんの。いや、あ、フルスイングされるんです。はい、されます。カラーバッティね、はい、こうやっていい頭使ってこうやって、はい、フルスイングさんに、フルスイングさん、うおいさん、まもるさん、まもるさん、もう最後は定着しねえな。あ、まあでもうおいさんあんまりこう喋りは得意じゃないタイプだもんね。見てたら。あ、じゃあやっぱパフォーマンス返しみたいな。僕もね、苦手なんです。あー、まあね。なんか、野球やったことあります？野球ないんですよ。野球ない、変化球投げれる。そうね。なんかフルスイングに対抗する手段ない。なんかアイドルない。フルスイングに対抗、対抗する。そう、フルバットのフルスイング、バットのフルスイング、野球ですよね。でも監督のコスプレとか。監督、はい、フルスイング命令だけだし、これだけ振っといてもらうっていう、疲れてもらうっていう。あ、そっちからバットしてる。後ろからついてて、こうやって何も言わないっていう。言っていいですか。いや、ダメ。ちょっとね、ちょっとね、邪魔。好きなんだけどな。邪魔。え、俺好きですけどね。でも、いや、ロイが、いやいや、シャアさん好きです。すごいな、最初から最後までずっと、うん、一貫して好きですね。うん、一貫してあの対応が変わらない。釣れないタイプ。そうね、まあこれで勝って次につなげれるようにちょっとバックアップしてやってます。はい、頑張っていきたいと思いますので、ぜひその、神戸大会、来日神戸大会のトリガー、11月28日、はいに、神戸、国際ホールなんだっけ。はい、わかんない、今間違ったらごめんなさい。まあでもいいや、とりあえずあるんで応援の方よろしくお願いします。お願いします。はい、辰之助はあの、いや、まあ、あれだ、もうここでお留守番な。いや、でもずっと、はい、もう今日からずっとついてきます、シアさんに。後ろ、後ろ、はい、怖いな。家どこですか。最寄り駅までもいいんで。ではまた。家どこ。い、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしくね。